はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。今日はですね、大阪最終日6日目ですね、東中島にありますラーメン山藤さんにやってきました。こちらにね、油そばとご飯のチャレンジメニューがあるということで、今回そちらを食べてきました。はい、油そばの下にさらにライスが入っていて、いろいろね、なんか肉とかもりもりな感じの 2.5 キロのチャレンジなんですけど、30分以内に完食すると無料になるということですね。はい、2.5 キロなんでもう余裕でしょと思ってると思うんですけど、ちょっともう本当にちょっと体調がね、この大阪6日目にしてもう 日に日にちょっとレンちゃんの大食いとあと暑さと寒さにやられて、ちょっともう今食欲が全くないですけどちょっとね、2.5 キロすらちょっといける気がしてないんですけど、ちょっとなんとかね、せっかく来たので頑張って食べたいと思います。さくらちゃんの隣で食べない、さくらちゃんの食べているのはさくらちゃんの動画をぜひご覧ください。よし、頑張ります。おー、丼の大阪めっちゃ美味しそう。キムチとかも乗ってる、すごい。では始めさせていただきます。用意スタート。30分いただきます。うん、あ、めっちゃおいしい。ちょっと油そばなんてやつ混ぜたいけど、チャーシュー先食べちゃう。ご飯を食べよう。よし、とりあえず揚げます。おお、あ、結構すごい、ご飯の量すごい、すでにご飯が見えてきた。下結構みっちりご飯ですね。おお、でもなんか私、油そばって絶対白飯と食べたい派だから、すごい嬉しい。入っていい、ネギを混ぜちゃう。なんか、ほぐしたらもうプープーね。ね、ほぐしたらめっちゃプープー。いきます。うん、うまっ。今の気持ちおいしい。魚介も食えてる、沖縄さんって。うん、ね、なんか濃いのかなと思ったけど、うん、魚介が効いて結構あっさりみたいな、うんうん。うん、これ麺もっちもちで、ちょっと食べ応えすごい。うん、おいしい。めっちゃキムチが合うんだけど。うんうんうん。キムチすごいしくなった。なんかちょっといいはずやね。ネギのサクサク感と
なんかすごいこれ、ね、野菜とか鰹節でちょっとあっさり食べるね。こんなに何の食べ物も口に入れたくないと思ってたのにめっちゃ美味しくてめっちゃ進んでる。めちゃくちゃ濃いの来たら多分ちょっと無理だなって思ってて、これなら食欲なくても結構いけるね。脂っこくなるね、うん、めっちゃ美味しい。ただね、めちゃくちゃ美味しいけどめちゃくちゃお腹がいっぱい。本当にいっぱい。どうして、油そばは全然いけそうな気がしたけど、ご飯が怖い。ご飯怖い。無理かなって感じなんですけど、食べに来てよかった。めちゃくちゃ美味しい、うん、すいません、生卵を回ってもいいですか。2つ、ご飯の中にチャーシュー1回沈んでなんだ。なにこれ、ちょっとご飯の中からチャーシューじゃない、角煮みたいなやつ大量に出てきた。チャーシューが中に入ってる。おう、めっちゃ柔らかいよ、おいしい。めっちゃおいしい。すごい柔らかい。めっちゃ柔らかい。うまい。半分経過しました。全然食べれる気はしませんが、美味しいです。普段なら絶対的にこれは美味しいだけの幸せなチャレンジだけど、お腹がいっぱいなの。美味しいのに、
これ絶対合う。このチャーシューのさ、タレが染みたご飯に、ね、卵絶対合うね。いけるかな。このお肉めっちゃ食べたい。これなんか塊で買ってたみたいになる。これ食べる。めっちゃ美味しい。しっとりしてる。あんなに早い段階でお腹いっぱいだったけど本当に美味しいからこんな食べれてる本当に。あ、それは小瓶じゃなくてこのサイズいいんだよ。うん、これめたぶんこれでもこのサイズでもペットボトルでも丸々液体だからグラスで入ってくるより全然多いよ。あと5分あるんでいけそうです。心に余裕が出てきた。チャーシューのタレと卵と微妙にこのキムチの風味が残ってて、これがめちゃくちゃ美味しい。この組み合わせ。ということでね、チャレンジ終わりました。今日はね、本当に来る前からこの動画はお蔵入りにしようかなっていうぐらい本当に体調が悪くて全く食べれないと思ったんですけど、もう食べてみたら本当にめちゃくちゃ美味しくて、しかもなんか油そばってこう重いイメージがあるんですけど、ここの油そばは結構ね、あっさりめというかあっさりしてるけど味は本当にしっかりついてて、なんて言うんだろうね、すごい食べやすかったよね。すごい、しかも美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったです、うん、もうなんかしっかり味の味があるのに塩分を控えてね、ご飯もなんかチャーシュー入ったんですけど、チャーシューもめちゃくちゃ柔らかくて、うん、タレがねまたご飯とねめちゃくちゃマッチしてて、もうご飯にも、ね、タレが染み込んでて、途中でね卵入れたんですけど、卵と、ね、そのタレがすごいマッチしてめちゃくちゃ美味しかったです。もう本当に絶対食べれないと思ったんですけど、本当に美味しかったので食べれました。またね、改めて体調がいい時に大阪来た時は、ね、絶対食べに行きたいと思います。5.5 キロのチャレンジもあるそうなんで、まあ、体調いい時だったらその倍ぐらいあるチャレンジなんですけど、倍ぐらいの量いけそうだよね、うん、美味しかったから。いや美味しかった。なんかそんなにこの、ね、見た目のものにしてはね、そんなにだからこの体調悪い時でこの量を食べれたんで、多分体調いい時だったら 5.5 キロ多分いけると思うので、またねそちらもチャレンジしに行きたいと思います。あとねこちらラーメンもすごい美味しそうなんで、今日はちょっともう体調的に無理なんですが、またねラーメンの方を食べに行きたいと思います。皆さんもですね、気になった方は食べに来てみてください。新大阪に本店とこちら東中島店さんの2店舗あるそうなんで、皆さんぜひ気になった方は行ってみてください。ということでね、大阪6日間、まあ、体調途中から悪くなっちゃったんですけど、すごい満喫できました。もう美味しいものね、たくさん食べられたので、大満足でした。またね、さくらちゃんと一緒にね、うん、まだまだ来た店やね。また改めて大阪遠征行きたいと思いますので、皆さんぜひその時はまたご覧ください。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。